こんにちは、ライムです。はい、今回ね、キングダムハーツコラボが来たので、まあこれはもうキングダムハーツコラボが決まってからもう絶対やろうと思っていたことなんですけど、はい、キングダムハーツキャラでね、ダークオーディンをクリアしていこうじゃないかというところで、今回ね、まあ主人公であるソラを使ってみた動画です。まあ現状ダークオーディンが、このゲームの最高難易度なので、まあ最高難易度でもね十分使える性能だというところをこの動画で証明、まあそんなのね、上級者からすればそりゃ空強えだろっていうね話なんですけど、まあ一応新規勢の方とかもいると思うんで、はい、ダークオーディン最高難度ですけど、空がね、普通に大活躍です。まあちょっと僕の立ち回りが多分相当悪いんでしょうけど、多分ね人によっては全然この同じ手持ちで全然30秒切りとかできると思うんですけど、まあダークオーディンに関してはね30秒切りしようがしまいがもらえる報酬は一切変わらないので、正直タイムは関係ないです。勝てれば結局同じなので、はい、というところで僕はそんなにダークオーディのタイムにこだわりはないので、まあこれで動画をもうアップ してます。はい、します。はい、まあこれそれ以上はもう趣味だね。ダークオーディの30秒切りとか25秒切りとかっていうのは趣味ですけど、ただまあ一つ言えるのはやっぱ空がね、空の欠点、唯一の欠点というか、まあダメなところが一つあって、開幕まといがあるんですけど、レジェンドマテリアで開幕まといついてて、で、覚醒の方だと、属性まといがないんですよ。なので、25秒間だけ、氷属性まといがあるという状況なので、基本的に空が最高火力が出るのは、まあ25秒まで。という感じになってます。ただ、まあ、動画見てもらった通りですね、まあ、一応まあほぼ、25秒間の間でダークオーディンほぼ瀕死まで追い込むと全属性解放状態までいけるので、まあ、そんなに、まあ、後半火力が出ない分、ね、ちょっとタイムが伸びてしまうというところが ありはしたもののね、まあ、どっちにしろ25秒10秒前後で、ね、覚醒奥義を発動したところだと、まあ、25秒ぐらいで覚醒奥義の効果も切れるので、まあ大体グングに食らったらね、もう覚醒奥義の効果も解けてるというような状況なので、正直あんまり関係ないっちゃ関係ないんだけど、まあとまあそんな感じでですね、まあ空使ってみましたけど、まあ全然いけるね。まあマギアとかガチぶりしてますけど、マギアだったりとか装備とかもね結構ガチガチにしてあったりはするもののですね、まあ全然空でもいけますと。まあもともとね、これバッツでも、ここの空が入ってるところバッツで入れてやってた方が多かったりするところなんで、まあ僕も一回バッツ入れてやってたんですけど、はい。で、ところはまあ全然いきますと。で、これ、今空が、氷属性の、ダークオーディンやりましたけど、他の属性も空なら多分6バッツと同じく6属性を全然いけちゃうと思うので、まあそちらの、動画も余裕があったら撮ろうかなと。あとは、リク、それからアクセルとロクサスね。その辺のダークオーディン攻略動画も今後ね撮っていこうかなと思います。で、まあこれで4属性、まあキングダムハーツキャラで4属性いけるってことなんですけど、残りのまあ3属性に関しては空でやろうかなとか思ってたりもしますので、まあご興味のある方いたらね、はい、ぜひ今後のねダークオーディン攻略動画ぜひお楽しみにです。でって感じなんですけど、まあ改めてね、何の必殺技を使ったかとか説明していくとですね、まあラグナが、チェインと超絶、はい、でローザが超絶、これ超絶2かな、はい、あとマギアはね、マギアは書いておきますので、で空が先ほどの通り覚醒と奥義で、弟子が最低者ですね、超絶最低者で、スコールがこれ一応バースト持ってったんですけど、霊人使えば早いかなと思ったんですけど、ちょっとね結構手探りの状態で勝っちゃったんで、そのまま動画アップしてる感じなので、はい、霊人使う戦法も全然ありますね。覚醒打ってから霊人打ってドローしてみたいなこともあるんで、場合によってはそっちの方がタイム縮まるかなとは思うんですけど、あんまりゲージたまんなかったね。もうちょい早いタイミングで弟子がねスコールに堅くとかすれば、霊人のゲージも溜まっていくのかなっていう気はするんですけど、今回はね結局霊人バースト使わなかったですね、覚醒道義だけ、はい、とまあそんな感じになってて、あと魔石もね、やっぱ本当まだ手探りの状態でやってたこともあって、まだ全然ねパワーアップ15だったりとか、キマイラブレインで
サブマス席もディラハンとか入ってるんで結構無駄が多いんですよね。もうちょっと、まあ、突き詰めればやっぱ30秒切り自体は全然可能かなと思いますので、はい、これを参考にしてですね、あの見ている方はね、参考にしてあの30秒切りとか目指してる方いたらね、もうちょっとこの、 あの立ち回りとかやり方とかね、この動画を踏まえた上でやれば全然できるかなと思いますので、はい、といったところでダークオーディンで空使ってみた動画でした。それではご視聴ありがとうございました。